こんにちは、木下着物研究所おかみの紅子です。本日はいつもと違う場所からお届けします。先日動画で、着物で旅行に行く際どういったものを持っていけばいいのか、お支度の方法についてちょっとお話しさせていただきましたが、実は今京都のホテルにいます。1泊2日で京都に出張に出てまいりましたので、実際どのくらいのものを1泊2日で用意しているのかというのをちょっとお見せしたいなというふうに思います。今回出張に持ってきた荷物、ハンドバッグは別に持ってきてるんですけれども、それと別に、いわゆる本当下着とか替えのものというのはこちらに全て入っています。女性なのでこうメイク道具とかいろいろ一式っていうのはここの中に全部入っています。でこの中に、替えの下着だったりですとか足袋、それからやっぱりホテルだと夏時期でもエアコンが結構効いてたりとかして寒かったりするので、ちょっとこう寒さ対策のものとかっていうのもこの中に下着と合わせて入っています。それから今回は着物と帯、長襦袢も含めてですけれども、明日も同じものを着る予定です。下着は買いますけどね。で今日はこの風車ピンクのぼかしの帯締めに紺色の帯揚げを合わせています。明日はちょっとまだね色は決めてないんですけれども、こっちの色の帯揚げかその逆側のこの薄い極薄のピンク、こちらかどちらかちょっとまだ決めかねているんですけれども、それにこのちょっとこうグレッシュな青みがかったグレーの帯締めを合わせようと思っています。今回は着物も帯ももう2日間とも同じだったので、小物は大した量ないしと思って分けて持ってきました。それから着物の時にこういったものがいいかなというものを最後にご紹介したいと思います。こうなんだかんだお買い物したりとかするので、ハンドバッグとはいつもだいたい出張の時は別にこういう、三角袋って言ったり三重袋って言ったりしますけれども、こういった持ち手のところを結んでパパッと掴めるバッグというのをいつも持っていますが、やっぱり着物姿の時にはこういったのがあると便利かなと思います。それから新幹線にね今日は乗ってきましたけれども、寒いかったりするんですよね。今日はそうでもなかったですけど、旅行の時は必ずこうやって手元をカバーする、乗り物の時とかに手元をカバーするものっていうのを常に持ち歩くようにしています。本日朝出てきた時鎌倉は19度ぐらいだったので、ちょっと肌寒いかなという気温でした。京都は本日の最高気温29度、その差も10度あり、出てくる時には雨も降ってたし寒かったので、綿麻の雨コートを着ていたのですが、京都に降りる前にもう気温が分かっていたので、それはスーツケースの中に入れてもう今日はこの状態で1日出歩いていました。それでもかなり汗ばむぐらいの気候でした。出張に出るときは自分が出るところから出先、結構気温が違うことが多いんですよね。こう自分なりにできるだけ工夫して心地よく過ごせるように努力をしています。ご旅行に出たりされる時のご参考にしていただければと思って、本日この動画を撮影しました。お役立ていただけたら嬉しいなと思います。毎日たくさんのご視聴コメントいただきまして誠にありがとうございます。皆様からいただいたコメントは次に動画を作る際の参考にさせていただいています。全てにお返事が叶いませんけれども、全てに目を通していますので、またぜひコメントいただけたら嬉しいです。本当に不器用で本当に面倒くさがりだった私が、着物生活十数年で得られた経験や知識を毎日動画で配信しています。こちらのチャンネルをご覧いただくと、知らず知らずのうちに着物や和に関する知識が得られるようになっています。京都界隈で私を見かけたらお声かけいただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。